ング。先生アラームです。先生本当にごめんなさい。だいぶ疲労が蓄積されております。橋本さんの体に。お、9点から。お、もうすぐ目変わり始まるって。やった、朝からうるさい携帯だ本当に。で、朝からすごく賑やかな携帯です。携帯たちですね。iPad だったり、今日は今まず別のお仕事をしてからめぐちゃんの卒業公演に向かいます。なので体がもうバキバキです。ミスト。ちなみに昨日のご飯をさっき温めたので、いつでも食べれます。おはようございます。あと日焼け止めをちゃんと塗りたい。キティちゃんの髪留め今度見せ、嬉しい、ありがとう。昨日のオンデマ見てくれたのかな、ありがとうございます。そう、ちょっと今メイク道具劇場に全部置いてきたのでちょっとねないんですけど、そうなのでちょっとミッフィーしかなくて、家にあるのミッフィーしかないんですけど、嬉しい、オンデマ見てくれた方ありがとう。ちょっとこの状態で置きつつ、このままにしつつご飯を食べます。
昨日のね残ったやつ、ブリの、なんか画面硬いな、ブリの照り焼き、あ、分かった、待って、充電されてない、やばい、落ちる、危な、充電あと 10% ですって出てて、わ、充電しなきゃと思って充電の電源は入れたの、でもそのそれ挿してなかった携帯に、危ない、セーフ、朝ごはんの時間です、うん、ズボンにご飯食べさせちゃった、一回冷蔵庫に入れちゃったお弁当ご飯ってもう一回温めてもパサパサしてるからさ、一つ一つが独立しちゃっててご飯パラパラなの、すいません。こっちの話。おはよう。
ローストビーフ食べちゃった。美味しいやつ。ローストビーフがローストビーフじゃない。ローストビーフどういうこと。ローストビーフがもう2回もレンチンされたから、もはやもうもはや焼かれてる焼かれたも同然。ローストじゃない。え、ビーフって肉ですよ。肉じゃない、牛ですよね。あれだよね。今焼き豚ってコメントあってビビった。レンチンしたら豚に変わる面白すぎ。さすがにビビった。一回確認しちゃった。あれポークだよね。豚ビーフ、ポーク、チキン。やばい、こんなでっかい口じゃない、うち入らん、絶対。ちょっとちっちゃくしたら入った。朝から牛肉と魚とナスと卵。美味しい。めっちゃ朝っぽい。魚と卵あるだけで朝っぽい。
さんこんばんは。めぐちゃんの AKB としての最後の日なので、全力で盛り上げたいと思います。昨日も朝ごはんしっかり食べた。お父様でした。めっちゃまだ口に入ってるけど、久しぶりに昨日今日炭酸を飲んでいます。もうずっと飲んでなかったのよ。体調悪かったこともあって、でもちょっと一回頑張れない。そう、ちょっと一回今何かを入れないと頑張れないムーブ来ちゃった。それでちょっといろいろ摂取してます。外からカフェインというもの、良くない、分かってはいるけれど、頑張るために必要なこともある。
何喋ろうかな。昨日のぎょうちゃんの、そうだ、あんまり喋れてなかったから喋ろう。なんか本当におもろくて、ずっとぎょうちゃんわたわたしてってそう、僕の太陽公演、なんかやっぱり8人だからっていうのもあって結構忙しいんですよね、メンバーみんな。そうで、昨日は特にぎょうちゃん自身が普通に自分のね、AKB としての最後の日だったっていうのもあって、すごく多分忙しくって、で、かつなんかわかんないけどリハ時間が押し、ちょっと押しみたいな。そう、気持ち押しぐらいでちょっと押しちゃって、したらメイク時間もなくなっていくじゃないですか、どんどん。で、なんかやばかったっていう話。そう、やばかったよっていう話。で、ぎょうちゃんがバタバタしてるのを隣でやばいやんみたいな私は言ってたの。そう、みんな、てかメイクさんとかもぎょうちゃんやばいじゃんみたいな、もう時間だよみたいな言ってて、やばい、朝マジで頭回ってない。して私は隣でこうメイクしてたら普通に時間なくなってって私もやばかった。そうなん、普通に最後までなんかぎょうちゃんだなって思った。その感じが楽しい。私もやばかった時間、なんか気づいたら時間なかった。私はいつも時間余裕も、なんて言うんだろう、結構余裕持つようにしてるタイプなんですよ。そう、でもなんか時間なかった昨日、なんかのんびりしちゃってたんだと思いますちょっと疲れてきてて、でも前日に僕の太陽公演に出てたっていうのもあって、衣装とかももうその昨日のうちに準備しといたりとかしてたし、そうだからそこに関しては昨日の自分ありがとうって気持ちなんですけど、なんか気づいたら時間なくて、でも本当なんかし
ステージ上から見る景色がピンク一面で、すごくなんか、あ、愛されてるなぎょうちゃんってすごい思いました。生誕祭とかもそうだし、卒業公演とか壮行会とか、その子にとってすごい大切な公演になる日はもう本当になんか申し訳ないけどそう、ピョンズにはねちょっとね申し訳ないけど、やっぱその子のファンの方を一番に、その子のファンの方が一番笑顔になってほしいっていう気持ちがあるから、なんかね、すごかった。こっちからステージから見てたら、うちはもうユリナ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 ばっかり、仰天とかばっかり、もうなんか他の仰ちゃん以外のうちはマジで 2,3 人ぐらいいたの。多分その別のファンの方も入ってるとは思うんですよ。そうだって、お見送りとかで普通にめっちゃみんなうちわ出して、え、このうちわ私公演中見てないんだけどみたいな、見たことないうちわなんだけどみたいなうちわの人とかいっぱいいて、なんかみんな出すのなんか ためらうじゃないけど、なんていうの、出すの遠慮してたんだなって、そう自粛してたんだなって思ったら、なんかみんなが愛おしく見えてきて、そうなんかみんな可愛いなって思いました。特にね、壮行会卒業公演とかはね、そう本当に行ちゃんのファンの方々は多分なかなかこう僕隊に入る機会がこれまで少なかったんだろうなって思った瞬間が一個だけあってそう、いや苦言を呈してるわけじゃないんですけど、あのビンゴの前に私が、ここからは皆さん明るく元気に楽しんで盛り上がっていきましょうって言うじゃないですか。あそこ大体盛り上がるんですよ、わーいみたいな。でも昨日はなんかその普通のコールの声はめちゃめちゃ大きかったけど、そこだけなんかあーみたいなそうだから、あ、なんかまだそうだよねって、やっぱ行ちゃん自身もこう僕隊に出てる回数が少ないし、こう僕隊に出るって決まった時にはもう KLP に行くっていうのがこう発表されてた状態だったから、きっとまあ壮行会とかもあるだろうと思って、みんな僕隊にあんまり投げなかったんだろうなみたいな、なんかすごい伝わ、そこのその瞬間に伝わってきた、僕隊ならではの MC の瞬間にそれがすごい伝わってきて、ちょっとおもろかった可愛いなってみんな、思いました。でも本当に周りを見たらなんか同期しかいなくてめぐちゃんも同期だし、もうそう
なんかちょっとタイムスリップした気持ち。きっともうこんだけね、エイトが集まるってことももしかしたらないって思ったら、なんか最後にこう集めてくれてありがとうっていう気持ちになりました。出れてよかったなって、うん、いや僕の太陽泣けたね、マジで。なんか最後の僕の太陽のなんか落ちサビ前、ラララララでみんなで回る前のところで、なんか多分フリーの瞬間があるんですよ。君は今僕の太陽ってところで、なんかみんなが、私は隣にぎょうちゃんがいたから絶対にぎょうちゃんのことを誘おうってキラキラしようって思ってて、したらみんながそれを多分思って、みんながそれをしててなんか愛おしいなって、そう思いましたね。本当にあれはマジでリハでも示し合わせてないし、そう、その瞬間にみんながアドリブでやったことであって、そう、なんかそういうことだよねって思った。サマーグッズ発売中です急にサマーグッズ発売中です、ぜひゲットしてください。今日の12時59分まで、12時っていうのは昼の12時なので、涙拭いているところをぴょんちゃんに見られて泣くなよと指で罰されてる私、え、やばい、どこだ、え、どこですか、やばい、やばい、こんなアイロン顔の近く危ない、やけどするえ、そうですよね、泣かないでねそうですよ、泣かないで、ねえあ、日焼け止め塗りますねおもろすぎるねえ、日焼け止め塗ります。お見送りですか？
昨日劇場そうですよね。いや日焼け止め塗ります。昨日ウィバースしてなんかちょっとすごいそのなんねコメントで、あ確かになって思ったことが一つあって、まあ昨日ウィバースでちょっといろいろなんて言うんですか、こんなことがあってねってみんなにちょっと話したことがあって、あ全然なんかすごいそんな深い話じゃなくて、なんかただそのこの人のファンというか AKB っていうのじゃなくて普通になんかこれを応援しているんだろうなっていうのがすごくわかる服装を着られている方がいらっしゃった時に、そうなんかその方のなんかとが電車に乗っててなんかちょっとすごいなんかね、私はその方の行動を見てちょっと嫌な気持ちになったんですよ。でその瞬間にやっぱりちょっとあそういうなんだろうやっぱそうなのかなって思っちゃうじゃないですか。もうそのそこの小さいねなんてそれを応援してる人たちはみんなそうなのかなって、そんなことはないと思うんですけどね、そういい人だっているだろうし、そうなのかなってやっぱ思っちゃうなっていう部分があって、でもそれって多分 AKB でも言えることで、そのファンの皆さんはこうね嬉しいことに生誕ティーだったり、それこそ最近アップティーが発売されたりとかしてこうその T シャツを着てくださったりとかグッズをこう身につけてくださってありがたいことに、そう、 そういう方々がねいっぱいいてくださるじゃないですか。でもなんか私がそう思ったようにきっと AKB のファンの AKB っていうファンのグッズをつけてる人がちょっとでもなんかね周りの人が嫌だなって思う行動を取ったら、あ、AKB のファンの人ってみんなこうなんだって多分思われちゃうじゃん。そうだなぁと思って、というかそうだから自分も気をつけるよっていうコメントをくれた方がいて、そう、あ、そうだなぁと思って、私自身もこう携帯の裏にツッキーとかゆりさんのステッカーとか入れてるから、私は私でこう自分はハイキューのファンですみたいな、ね、こうなんか可愛いアイドル応援してますみたいなのがすごいわかるじゃないですか。だからなんかその推しに恥じない行動を、推しのものを身につけるんだったらね余計に推しに恥じない行動をこれからもなんか心がけていきたいなって私の中では思って、 そのコメントを見て確かになと思ったので、ファンの皆さんもそう生誕ティーとかグッズとかいろんなのをつけてくださったりとかするのはすごい嬉しいことだから、むしろそれをなんか逆にねもっといいことしたらえみたいな、 AKB のファンの人って優しい、めっちゃ優しい人たちやんってそう思ってもらえるかもしれないし、まあ、それが当たり前みたいな顔されたらちょっと嫌なんですけどそうだからなんかもしもこう私たちのグッズだったりとか身につけてくださってたりとか、もちろんそれが AKB のものだけじゃなくてもこれから先こう応援しているものがある人は特に
その自分の推しに恥じない、自分の推しの評価を下げない行動をこれからも取ってほしいなって思ったし、私も取らなきゃなって改めて思いました。ので共有しただけ。はい、そう、共有してみた。実際そう思っちゃったの、私も。そうなんだ。グッズ身につけて毎日人助けをします、めっちゃいいこと。普通に人助けすることがまずいいことだから。そう、うん、別にそれは T シャツ着てる、グッズつけてる、なしあるなしに関わらず、普通に人助けをすることはいいことなので、別に偽善でもいいんですよ。助かった人がありがとうっていう気持ちになる、助かった人が助けてもらったな、よかったって嬉しい気持ちになれば、もう偽善でもいいと思う。偽善って言い方合ってる？わかんない、なんていうの、そのなんか自分やったぜみたいな気持ちでもいいと思います。だって現に助かってる人はそこにいるわけだから。でもそれをこうウィバースとかツイッターとかで、それっていうのは今のは私が今した話、そう、なんか推しに恥じない行動をみたいなした話を、なんか私がする前にウィバースとかツイッターで感じてくれてるファンの方がいて、ああ素敵だなって思ったので、私が感じたっていう、もうその方が感じたやつをただ共有したってだけ。だから私は全然そんな大したこと言ってないけど、そういう気持ちに、そういう思いに感じることに気づかせてくれてありがとうって気持ちでいっぱいです。うん、昨日私の嫌な気持ちにした人もさ、こういうことがあったよって私がファンの方に言わなかったら私もこの気持ちにならなかったので、その瞬間に嫌な気持ちになったけど、今はなんかその私を一歩大人にしてくれてありがとうって気持ち、なんか気づかせてくれて、その人の行動でありがとうって気持ちでいっぱいです。ということで、私は今日めぐちゃんをしっかりと笑顔で見送っていきたいと思います。またね、一人こう卒業していっちゃうのはすごく寂しいんですけど、今日はめぐちゃんのために全力で踊りたいと思います。ちなみに今の話は AKB のグループの中だけでも言えることで、そう、握手会とかの場でなんか、じゃあクレープに並んでるのにハルピョンのグッズ着た人が別のファンの方をこうやって抜かしていって、え、ハルピョンのファンの人ってそういうことする人なんだ、ハルピョンって最悪じゃんってなっちゃうから。
みんな気をつけましょう。別に推しのグッズを身につけていなくても気をつけましょう、みんなで。ということで今日もアホ毛がいっぱいなのでいい日になりそうです。それでは行ってきます。またちょっと夜はわからない、卒業公演だからね、どれぐらい時間プラスして、かつそっから写真撮影コーナーがあってってなると、でめぐちゃんのチェキもあってってなるとちょっとわからないので、できたらやるぐらいの気持ちで、明日は今のところ一日オフなのでのんびり配信の時間が取れそうです。夜はちょっとわからない、ごめんなさい。それではまた明日一旦、まあとりあえずホンデマさん、VR さんで見てください。よろしくお願いします。それではまたね、ありがとう。私も頑張ります。まず仕事、まず普通に仕事頑張る。行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとう。